日本新潟県新潟市中央区小町小町料亭、鍋茶屋花町としての小町は、現在の新潟県新潟市中央区小町の八番町と九番町にまたがる地域にある。新潟県新潟市中央区小町にある花町で、新潟市における料亭、町合、置屋が密集する地域である。小町通り八番町、同九番町、西堀前通り八番町、 同九番町、東堀通り八番町、同九番町で形成され、明治三十一年までに小町内に点在していた遊郭が、本町通り十四番町に移転したことで花町となった。大正から昭和初期にかけて流星を誇り、出身人物に川田義子、藤影聖樹がいる。現在でも日本舞踊の流派である一山流が宗家を置き、 その門弟で構成される小町芸人が活動を行っている。小町花町の特徴は、第二次世界大戦での空襲を免れたことにより、明治後期から昭和初期の建築物が多く現存していることと、京都型とは異なり、つまりの町屋が立ち並んでいることである。現役の花町でこうしたつまいり様式の建物を主体としているのは、全国で唯一とされている。 小町九番町西新道小町花町は1960年代以前に堀があった頃は周囲を堀で囲まれた区域であった。区域の真ん中を南北に古町2東西に坂内工事が表通りとして通っている。古町2の周辺は開発が進んでホテルなどの建物が立ち並んでいるため花町の雰囲気を感じることはできない。また西堀前通りと 古町2の間には、西神道が古町2と東堀通りの間には、東神道が裏通りとして南北に通っており、明治後期からある建物は、西神道の九番町側と東新道で見ることができる。坂内工事の他の通りは、細い路地が東西に通っている。小町エリア周辺は、かつては日本有数の遊郭で、江戸時代初期に書かれた。 有利遊郭番付表では、京都、大阪、江戸の三都に次ぐ番付であった。明治時代になると、法改正や新潟市内での退化の影響も、相まって遊郭は移転し、芸事が中心の下流界へと変化した。昭和初期には、新橋、祇園と並び三大加害と呼ばれるまでとなり、現在においても高級料亭が十二軒営業している。いきなり亭、ありあけ、 彦、鈴村、大丸、小山、カキセ鍋茶屋、金達、等の新潟を代表する老舗料理屋がある。末期初期後期初期中期後期注釈出店。ありがとうございます。